お前はここでしまいじゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。相方が無事であればよいか。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。失敗ね。大会所はいつ来てくれるんだい。もうこちら反抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。Thank you.
知り添いておる。これは先生の行いだ。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。あいつらは全部持って行きやがった。飢え死にしちまう。なんでだ、なんでだ。田中、年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう。哀れな。何の修練も積んでおらぬ。何もできぬな。力を尽くせ。Oh!
小僧、恥さらしめが。さあ、参れ。切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ徳名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。
上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば、己が力で道を切り開くのみ。倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。はっ。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。命乞いするなら今のうちじゃ。
喉をかっきれ。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。犬が。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いた。もう案ずることはない。かたじけない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたから。いや、逃げるのは今のうち。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。あらず者、通さん。Thank you.
女をすぐさま離せ。諦めすぐさま放て。Look.